アルバート・アーノルド・アルゴアシニアはアメリカの政治家。連邦下院議員、連邦上院議員。所属政党は民主党。息子のアルバート・ゴアジュニアは上院議員、副大統領を務めた。テネシー州、グランビルの農家に生まれる。現在のミドルテネシー州立大学である市販学校を卒業後、ナッシュビルの IMCA の夜間ロースクールを修了した。 その後地元、スミス群を含め、テネシー州のいくつかの学校で教師をした。1932年から1936年にかけてスミス群の教育長を務め、1936年には放送会に入った。だが同時に、テネシー州の労働長官に就任し、政治に深く関わるようになる。1938年に会議員選に立候補し、 当選を果たした。1944年12月4日に陸軍に入隊するため一度議員を辞職するが、翌1945年の第79議会には復帰した。以後3回連続当選を果たす。1952年の改選の際には立候補せず上院議員選挙に挑戦した。民主党の予備選で7回目の当選を目指すケネス・マッケラーを破り、 上院議員に就任。当時テネシー州の政界は、メンフィスの政治的マシンのボス、エドワード・クランプ元会員議員の影響下にあったが、ゴアは民主党内の反クランプ派であり、彼の当選は、同年のテネシー州知事選でのフランク・クレメントの当選とともに、クランプの支配を終わらせるターニングポイントであるとみなされた。上院において、ゴアは、 南部選出の民主党議員の中では、リベラルな投票行動で知られた。だが、公民権問題では、彼は微妙な立場を取った。1956年に、人種平等政策への反対と、南部諸州での人種隔離政策の継続を訴える、南部選出の議員によるサザンマニフェストが声明されたが、南部選出の上院議員がほぼ全員署名する中、 ゴアは当時上院内総務だったリンドン・ジョンソンやその年の民主党副大統領候補だったエステス、キーホーバーと共にこれに署名しなかった。一方で南部諸州での人種隔離政策の終焉をもたらした1964年の公民権法には反対した。一説にはゴアはこの年改選を控えていたため有権者に配慮したためだとも言われている。 翌年の1965年の投票憲法には賛成票を投じた。1970年、ゴアは4回目の当選を目指し、立候補した。当時共和党は南部戦略を遂行していたため、ゴアは格好の標的となった。アグニュー副大統領が直々にテネシーを遊説し、ゴアのリベラルな投票行動、ベトナム戦争への反対、 ダークセン上院議員が提案した公立学校で祈りを許可する憲法修正条項への反対を攻撃した。また1964年の公民憲法への反対も問題とされた。こうした共和党側の活発な選挙運動の結果、ゴアは落選した。政界を引退した後、ゴアはユダヤの聖書アーマンド・ハマーの経営する石油採掘会社、 オクシデンタルの顧問弁護士となった。その後、同社の副社長に就任し、取締役会入りした。また地元テネシー州のバンダービルト大学で法学を教えた。彼の息子、アルバート・ゴア・ジュニアは、下院議員、上院議員を経て、クリントン政権の副大統領に就任し、2000年の大統領候補者となった。この際、共和党側の一部から、 父親の1964年の公民権法への反対が問題とされた。ありがとうございます。